犯罪というやつは全く手を焼かせる。スピード時代の現代では世界を股にかける例が少なくないために、 ICPB 国際刑事警察本部がある。俺は世界有数の大都市東京に派遣された本部からの秘密捜査官。使命は秘密指令を受け、犯罪に向かって真っ向から対決することだ。だが決して秘密捜査官としては登場しない。つまり商業カメラマン堂門桜、この俺はあくまでも影を追うプロファイターなのだ。今夜のお酒は美味しかったでしょ。TUN ナンバー4。 TUN ナンバー4。どうも、連絡が遅いぞ。ボスの声より女の方が魅力がありますからね。わしの声にしびれる女だって結構いるさ。ところで麻薬対策本部の係官が殺された。フラメンコのダンサー、相当の踊り手だった。なぜ奴を消された？何かヘマをした。そうじゃないわ、顔写真が組織の手に入ったからよ。マルセイユ、シンガポール、香港、世界の各地に潜入して麻薬の販売ルートに挑んだ係官たちだ。みんな消された。
顔写真が現地に送られ、潜入した取締官の正体がバレて消されてしまう。その結果麻薬は大手を振って日本に入ってくる。日本の麻薬患者が1年間に吸い取られる金はどう少なく踏んでも800億だ。その上20万の廃人が作られる。麻薬取締官が安心して働けるように顔写真ブローカーの組織をぶっ潰す。どっから食べるんですか。相手役のダンサーだ。梅野浩二キミコ。僕が当たってみます。ダメよ、女となればうずうずしてる人がいるんだから。ちょっと待ってください。よろしく。あ、ちょっと。ひどいな。鑑識で指紋を調べてくれ。強敵そうね。いい加減にしてよ。あなたの素晴らしい顔にカメラを向けないなんて僕の両親が許さないんですよ。見てください、これでも映しちゃいけませんか。どうです、素晴らしいでしょう。でも洋服がないともっといいんですがね。あ、ビキニで我慢しましょう。あの、君は自分の美しさが分かってないんだよ。支配人が呼んでますよ。あ、そう。おい、話って何なの。中南米で麻薬組織が手痛い目に遭ってる。日系の取締官が潜入しているらしいんだ。難しいわ。国内の連中の顔写真だって厳しくなってるのよ。手に入れるんだ。たった10万で危ない橋は渡れないわ。ボスに伝えておく。この頃妙な男が私をつけ回してるのよ。カメラマンだから心配はないだろうけど、あんまりつきまとわれると仕事の邪魔になるのよ。痛めつけて泥を吐かせてやるか。あまりひどい目に遭わせないでね。すごく腕のいいカメラマンなんだから。